まあ、5分という限られた時間でありましたが、まあ、こちらとしては伝えたいこと、あるいは国民の皆さんにお届けをしたいメッセージはお届けできたと思っております。なんといっても残念なのは、最後に申し上げましたが、総理の覚悟というこうした緊急事態で大事な判断をするにあたって最もリーダーとして問われること、そして国民の皆さんにしっかりと伝えなければならないことについてお答えをいただけなかった、つまり覚悟がないということが明らかになったというのは甚だ残念であります。以上です。それでは冒頭発言につきましてのご質問を受けたいと思います。ご質問ございますでしょうか。NHK の佐久間です。政府から正式に、緊急事態宣言のですね、解除についての提案があった、報告があったと思いますけれども、この宣言の解除、まあ、代表、質疑の中でおっしゃられていましたけど、改めて次解除についてどのように思われているか教えてください。今回の宣言の当初から第4波は絶対に許されないと、いうことを申し上げました。3度目の緊急事態宣言が落ちるようなことになれば、多くの事業者あるいは個人の暮らしが成り立たなくなる、そうした状況の中にもかかわらずですね、リバウンドの兆候が見えているにもかかわらず解除をするということには到底賛成できない。